はいどうも、おつなりたま、麻雀なりたま屋のたまです。今回の動画はたまが先日戦った第4回ファズカップベスト64 J タク、こちらの対局の中から1局をピックアップしてたまの考えていたことを話していこうと思います。今回日本プロ麻雀協会からこの動画の使用許可をいただきました。ありがとうございます。この動画で取り上げるのは1回戦第4局一本場なんですが、その前のたまの気持ちのいい上がりを流しながら簡単にファズカップの説明をさせていただきます。ファズカップは赤ありの協会ルールで2班チャンピオナルトを行い、上位2名が通過。協会ルールはトップのポイントがプラス50ポイントと大きく、2班チャンのうち1回はトップを取りたいです。またオーラスの上がり雨、転敗雨がないということも今回の動画には大事な要素なので、ちょっと頭に入れておいていただけると嬉しいです。とか言っている間にタマのもうリーチが入ってますね。絶好のカウンピンを引いて一数チームリーチピンク赤赤のリーチを引きます。これね、このハンチャー本当に苦しい展開で、何三局もリーチピンクスモン本一の3000、6000を割って2着目に浮上して迎えたオーラス。この赤ウピン引いた時点でちょっとグッときてましたね。まあ、とはいえ油断できないので、もうあとはなんとか積もってくれって思いながら、頼む浅いところにこの一数値引いてくれって思いながらね、まあ、ケンタさんもある程度来るのかなと思いながらやっていたら、この数ピン積もってリーチピン普通も赤赤、そして裏ドラ3ピン乗って6000オール。本当にね、こういう時があるから麻雀ってやめられないですね。赤を打つと隣打つというのは飯田雅樹君ですね。さあ、この大きな6000オールを積もった状態で迎える南雲局一本場。さあ、ここからが今回の動画の本題です。この場面タマは引きすぎないけど攻めすぎないということを念頭に局を進めていこうと思っていました。さあ、それがどういうことかというと、まずこのハイパイを見て一回止まります。さあ、この南雲局一本場、まだ点数表示が変わっていないのですが、タマは親で45100点持ち、2着の鈴木健太プロが39000点持ち、その差14200点。条件としては羽満を積もられる、もしくは満眼を直撃される、ここら辺が逆転されてしまう点差になります。さらにこの点差でタマがもしリーチ棒を出してしまうと、一本場分で鈴木健太プロの満眼積も条件が生まれてしまいます。ということから、まずタマはリーチ棒を出さない手を作る。その上で安い手の連チャンをしてしまうと局を増やしてしまい、逆転の可能性を相手に与えてしまうため、ある程度打点を伴った上で守備力を持った進行をするということがこの局求められています。以上のことから、この局タマは本面前本一の満眼だったら上がりに行きますが、それ以外は基本的には様子を見つつ降りてトップを取って終わらせに行くということを第一に考えていました。これがもしトップを取ることよりも素点を稼ぐことの方が偉いルールであれば、本本率の5800くらいは上がりに行く仕掛けをするかもしれません。さあ、動画に戻っていきます。まあ、切り出しは割とお楽しみなものをしていこうかなという形で、あの手牌だとポンと他に K の統一もあるので、守備力はまあまああるかなといった形でした。おお、健太さんにダブドラの赤嘘入ってましたね。これ結構ハネマンツもあり得る手牌なので怖いと。さあ、この3番もどうしようかなと思いましたが、まあ赤受け、赤ウーマンとか赤嘘を引いた時だけの普通の手牌進行を一応残そうかなで3枚よりはローマンを残しています。あとは日向ひなさんと飯田さんの点差が近いこともあり、そこがサクッと上がって終わってくれないかなって思っていました。
ここでチーピンがあんこになったこともあり、まあ、このあとウイスを引いた時だけどうしようかなっていうような感じです。まあここら辺は手配を見ていった上で、そしてそうですね、ケンタさんから注文を紡ぎられて、ここ、まあ、この3ピン引いたらもうピンズ行きやすいですね。でこの時点では何も仕掛けません。このペイとかですね、これペイ2枚立て続けに切られて、さらにこの後トンも切られてしまうんですが、これケンタさんからね、これケンタさんからのトンっていうのが特に泣かなくていいかなって思える要素でしたね。ケンタさんに対して安全牌を終盤ある程度多く持っておきたいので、まあ現時点でペイとトンの4枚は確実に安全牌として持てるということもあり、ここら辺は泣いていきませんでした。まあ、日向ひなさん、飯田さんがリーチって言ってくれた場合はそこを生還してもいいですし、そこまでに自分が上がりに行く局面ではないかなって思っています。まあ、この運送とかもどっちか泣いてくれてもいいよ、あるいは健太さんポンされても、まあ、太陽ドラゴンギリギリセーフみたいな感じですね。まあ泣かれないのが一番なんですけど、でこれ実はこのファズカップのちょっと前に RMA クラウンという大会のトーナメント形式の大会を戦っていたこともあり、その道中でちょっと引きすぎてきつくなるっていうことを経験していたので、ある程度いってるところは見せようかなって思いながら打っていたのもあります。まあね、これがいいか悪いかはわからないんですが、最初からこの人来ないんだ、じゃあゆっくりできるなって特に健太さんに思わせたくなかったので、言ってるよっていうアピールだけはしていました。さあそうこうしている間にだいぶ終盤も過ぎて終盤になってきた、このところで一旦また止めます。さあせっかくなのでちょっと起こした配布も使って説明していきます。残り8巡、この段階で上茶の健太さんに対しての安全牌が両ピン、9ピン、トン、ペイ、チュン合わせて7枚あります。まあなおかつ白も2枚切れなのでそんなに当たることないでしょうと思ってここから折り始めました。ただこれ9ピンから打ってるんですけど、白から打った方が良かったです。ここはちょっと自分の甘いところです。まあここからはね、もうあとはただ折りていくだけなんで、そんなに長いところを見せることでもないので一応最後の方だけします。この時はとにかくもう健太さんから何か発せられるんじゃないかがひたすら怖かったですね。健太さんにダマ点入ってても嫌だし、この数順がもう降りてるこの数順が本当にきつかったです。まあ、その上で乗り移局して全員オープンにそこに削られることもなくトップ取りきることができました。めちゃくちゃ嬉しかったですね。と同時にタマ実は去年のこのファズカップで本当にやらかしているので、まだ気抜いちゃダメ、まだ気抜いちゃダメって思いながら、これ実はトンパツにちょっと気になった報酬をしていたので解説の宮崎和樹プロに聞きに行ったんですけど、いやあれしょうがないでしょ、泣かれてないしそれよりも良かったよってめっちゃ褒めてもらえて、もう、ね、まあ、宮崎さん自分にとっては師匠みたいな、まあ、一方的ですけどね、思ってる方なので本当に嬉しかったです。まあ、こんな感じで、ファズカップの内容に関する動画をちょっと切り抜き作っていこうかなと思うので、もしよかったら今後もご視聴いただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。おつなりたまー。